皆さん、こんにちは、こんばんは、稲見です。ロシアのウクライナ侵攻が2月24日に始まりました。2月12日にツイートしましたが、ロシア中央銀行が経済制裁に備えて緊急利上げをした時点で何かしらの軍事行動に出ることはすでに確定していましたが、やはり北京冬季五輪終了を待っていた感じですね。様々なメディアや政治系チャンネルで、ロシアのウクライナ侵攻について扱っていますが、私なりの視点で何回かに分けてお伝えしたいと思います。今回は、ロシア経済が経済制裁にどこまで耐えられるのかについて取り上げたいと思います。ロシアは2014年にクリミア半島を併合した際に、すでに EU や米国などから経済制裁を科されていました。それ以降も、米国の大統領選挙など、他国選挙への介入疑惑や、サイバー攻撃を行っているとして、ロシアの政府関係者や国営組織などが、制裁の対象とされてきました。ただ、それら経済制裁が、ロシアの軍事行動を抑止するほどの効果がなかったことは、今回のウクライナ侵攻が実行されたことでも明らかです。ドイツが最も代表的ですが、ここ数十年、欧州各国は、ロシアとの問題は、対話と貿易で解決するという方針で外交が進められ、一部では、ロシアは欧州の友好国、と主張する議会議員が一定の勢力を持っていたため、効果的な経済制裁を、ロシアに課すことができなかったということもあるのかもしれません。しかし、民主主義の確立と西側諸国への加入を目指しているウクライナに対する今回のロシアの軍事侵攻は、ドイツの外交方針とエネルギー政策を大きく転換させましたし、チェコやポーランドが長年訴えてきたロシアの脅威を欧州各国が危機感を持って再認識することとなりました。ドイツシビルトは、プーチンを友人と叫んでいた議員らは沈黙していると皮肉を交えて報じています。欧州各国が冷戦時代並みの抑止の必要性を感じていることで、今回の経済制裁はクリミア併合の時のようなぬるいものではなさそうです。国際銀行間通信協会 SWIFT からロシア金融機関を排除する措置などは欧米諸国の強い意志を感じます。SWIFT については以前の動画ですでにお伝えしましたので割愛しますが、核爆弾の選択とも言われるこの措置などを含めた強力な各種経済制裁の発動をプーチン大統領が予測していなかったというのは考えにくい気がします。1991年にソ連が崩壊した最も大きな要因の一つは原油価格の下落による経済の崩壊でした。ウクライナの NATO 加入への進捗に焦りを感じて急いだ可能性もありますが、原油が高騰している相場環境と経済的打撃を緩和するための対抗策が整ったために行動を起こしたということもありえそうです。冒頭でお伝えしたロシア中銀の緊急利上げは侵攻直前の措置ですが、国家予算の削減や外貨準備の増強、エネルギー輸出収入の多様化などはかなり前から戦略的に進められていました。国家予算についてロシアは新型コロナ流行以前から保守的な財政政策を推進してきましたが、コロナ禍で世界各国が大規模な財政出動をしている中でも比較的保守的な財政政策を維持していました。そのため、欧米や日本などと比較しても、債務の削減度合いが大きく、制裁が課された場合でも、経済が不安定になりにくく、政府の資金が確保しやすい状態になっています。外貨準備については、2014年のウクライナ危機、ユーロマイダン革命以降、石油、ガス収入の多くを使って、外貨準備高を積み上げてきていました。2021年までの7年間で 1.6 倍ほどにまで膨らんでいます。そして注目するべき点は、かつては4割強を占めていたドルの影響力を下げるために資産構成を見直し、代わりに金の比率を高めていたことです。
ロシアの最大の輸出先が EU であることは変わっていませんが、中国との貿易を拡大させ、2019年にガスパイプラインを開通させたことで依存度は低下しました。むしろ、EU 側がロシアへのエネルギー依存が高まっているため、相対的に EU の損失がロシアを上回る状態になっています。米国は、ドル資金へのアクセス停止や輸出規制などの各種経済制裁を打ち出していますが、ロシアのこれらの対抗策により効果が出るまでにはそれなりに時間がかかりそうですし、最終的にどれほどロシアへの圧力になるのかは不透明です。スウィフトからの排除についても実はそれほど効果がないのではとの指摘もあります。国際的な決済ネットワークはスウィフトだけではありません。欧米はロシア金融機関をスウィフトから排除した結果、中国が推進している人民元国際銀行間決済システム CIPS の影響力拡大を懸念し、当初は排除措置に消極的でした。ドルの基軸通貨の地位はサウジアラビアなどの産油国が原油輸出をドル建てにしていることが大きな柱となっています。エネルギー輸出大国であるロシアのエネルギー輸出のすべてが人民元建てになれば、ドルの地位を脅かしかねませんし、同調する他の産油国が出てくる可能性もあります。中国は、ここぞとばかりにロシアの国際銀行間決済を支援する名目で、CIPS 決済を提案するでしょう。また、今は暗号資産で決済するという方法も取れなくはありません。もともと金融システムの信頼性があまり高くないロシアでは、暗号資産への依存度が高いですので、十分考えられる制裁回避策ではあります。ただ、米国が暗号資産へのロシアからのアクセスを遮断する措置を検討しているという報道も出ています。政府機関の規制の枠外にある暗号資産を制裁対象とすることは、暗号資産取引所やブローカーに圧力をかけてロシアやルーブルとの交換を停止させるという手順を踏むことになります。これは新しい経済制裁のスタイルとなる可能性がありますし、同時に暗号資産への規制強化も視野に入れている米国規制当局の思惑もありそうです。暗号資産が経済制裁の領域内となれば、開発研究が進められている各国デジタル通貨にもその影響が及ぶと思われますが、それはロシアと同じく金融システムの信頼性が低く、デジタル人民元のシェア拡大と CIPS を推進している中国への圧力にもなりますので、ロシアの経済制裁回避策と中国の通貨覇権政策を同時に封じ込められるかもしれません。制裁が長期になれば、ロシア経済が崩壊にまで追い込まれることは間違いないと思いますが、それまでウクライナが耐えられるのかが問題になります。原油価格が1バレル100ドル近辺の現状で、EU や世界経済への影響を考えた遠慮がちな、使い古されたこれまでの経済制裁手法では、抵抗力を強化したロシア経済は揺るがないかもしれません。暗号資産へのアクセス遮断のような新しい形の経済制裁や、欧米や日本が身を切るほどの制裁を発動し、プーチン大統領の想定を超える必要がありそうです。そんな中で、A 石油大手のシェルがウクライナ侵攻を受けて、ロシア極東サハリンの天然ガス事業、サハリン2から撤退する方針を発表したことについて、松野官房長官が、サハリン2の操業は継続され、日本のエネルギー輸入に支障はない、と発言しました。少なくとも、現在の日本政府には、民主主義を侵略するロシアを身を切って封じ込めようとする、断固たる決意はないみたいです。明日は我が身なんですけどね。ウクライナのような事態に陥った際、欧米諸国やその他世界各国が見て見ぬふりをしたとしても、裏切られたと日本が不満を口にすることはできないかもしれませんね。今回は以上です。稲見がお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。